明日からずのテーマスカイハイが今度は館内に流れました。この夏の日本列島にマスカラスフィーバーを巻き起こしました。仮面貴族ミル・マスカラスが今原口からリング上に登場しようとしております。スーパーアイドルシリーズも終盤戦を迎えております。まだ先ほど後遺症がありますか。チャボゲーロ3、1、2、3決まりました。これはあっさり決まりました。これはあっさりミル・マスカラスが取りました。竹内さんどう見ますか。今あっさり決まったような感じで、最後のブレンバスターですね、結構あれでやっぱり軽い脳震盪を起こしてたようですね。スーパーアイドルシリーズ最後のタイトルマッチはやはり仮面貴族ミル・マスカラスが務めます。 IWA 認定の世界ヘビー級の選手権試合、チャレンジャーは放浪の殺し屋ジプシー・ジョーであります。 IWA 世界ヘビー級選手権試合であることを宣言する。1981年9月9日 IWA 世界ヘビー級選手権管理委員会、サルバドル・ルータル。アメリカジョージア州で誕生した IWA 認定世界ヘビー級のベルト、早くもまあ6年の歳月が過ぎたわけですけれども、もちろん初代のチャンピオンはこのミル・マスカラスでありまして、6年間一度もタイトルは取られておりません。日本ではチャボ・ゲレロ戦に次いで2度目のタイトルマッチであります。タイミングを測ってトップロープ、さあ位置を決めた、飛ぶか、さあ飛んだ、スーパーフライが飛んだ、そのままフライングボディアタック、そのまま抑え込んだ、どうやら防衛だ。最後はフライングボディアタック。東京三大決戦、まずは IWA 認定の世界ヘビー級選手権試合、もちろんチャンピオンはミル・マスカラス、そしてマスカラスの牙城に迫るのは日本の天竜でありますが、一つそれでは試合の前控室の方を覗いてみましょう。天竜側です。松永さんどうぞ。はい、ミル・マスカラスには初挑戦ということですが、非常にリラックスした表情も見えますが、やはり天竜さんちょっと緊張しますか。緊張しますけどね、いい方に緊張してるから、まあいけるんじゃないですか、これからいよいよ始まります、はい、さあちょっと花道が近づいてまいりましたけれども、ズバリどうですか、翔さんは。いや、来るのように頑張ってベルトを持ってきます。はい、ベルトを持ってくる、力強く宣言しました。天竜がいきます。はい、館内いっぱいにタイトルマッチ宣言が今披露されました。そしてミル・マスカラスの胴に巻かれております IWA 認定の黄金のチャンピオンベルトが一時本部席の方に置かれます。チャレンジャーの天竜もちらっと見ました。ミル・マスカラス、完全にマスカラスの動きが鈍くなりました。天竜チョップでミル・マスカラスをロープに放り投げて、そしてトペに行った、トペに行った、天竜がトペに行きました。ここは一気に畳みかけたいブレンバスターだ。さあこれでカウント3を取ればタイトル奪還だ。どうだ、カウント2、ここはもう傘に攻めなきゃいけませんね、山田さん。そうですね、大きくロープに曲げた、しかしフライングボディアタック、振り返り様、フライングボディアタック、天竜返した、天竜も返しました。そしてドラップキック、さあミル・マスカラスがトップロープに乗った、場外ウルトラシーを見せるか、場外のフライングボディアタック、場外へ飛びました、ミル・マスカラスが飛びました、ミル・マスカラスがロープに振った、今度はフライングボディアタック、フライングボディアタック、そのままフライングクロスアタック、フライングクロスアタックが命中、そしてミル・マスカラスがセカンドロープ、そしてトップロープ、トップロープ、さあそしてフライングボディアタック、ここで完登、そのまま抑え込んだ、抑え込んだ、抑え込んだ、返すか、天竜返すか、ちょっと崩れた、そのまま抑え込んで返した、返した、そして反対に体を浴びせかけた、今度はマスカラスがさらに体を浴びせる、どうだ、カウント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 、惜しかったね、ミル・マスカラス防衛であります。立派なもんですわ、天竜のね、天竜の根性はこれ褒められます。タイトルこそ取れなかったんですけれども、今日はもう非常にいい試合をした天竜、この気持ちを持ってアメリカ遠征に飛び立ってもらいたいですね。そうですね、はい、ミル・マスカラスが天竜を抑え込みまして11分52秒、勝負がつきました。マスカラスが防衛を果たした試合でございました。
日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は東京体育館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。